っぱれの時間です。よろしくお願いしま す, しします。今日はね、はい、ちょっと縦と横でやらせてもらいま す, すよろしくお願いします。結構目がチカチカするんじゃないですか。大丈夫ですか。夏で、ね、こうはい、ね、こう明るい色がいいとはいえ、はい、なんかあれですか、もしかしたら、はい、乱視の検査になったりするんですか。こっちの方が濃く見えるなって、はい、ちょっと交互に見てね、目をうまくピント調整していただければと思います。ちょっと今日派手めですね。いや、いいじゃないですか、はい、行きましょうよ、明るくね、はい、でもなんか梅雨入りまだ明けてないんですよね、うん、そうですね、うん、梅雨入りしてからの方が雨降らなくて、あっぱれ的には、うん、なんか5月とか4月の方が梅雨でしたね。なんかね、うん、今日もなんか天気持ちそうだから、はい、いいじゃないですか、はい、行きましょうよということで、本日はこちらでございます。ドン、相模原市南区でございます。はい、南区、相模原の3つある区のうちの中で一番人口が多い区なんですよね、うん、そうなんだ、一番なんかちっちゃそうだけど、はい、ちっちゃいんですけどね、はい、人口は多いんですよね、はい、で今どのあたりにいるのかと言いますと、うんうんうん、じゃじゃん、今日は小田急相模原線の通称小田佐賀と呼ばれているエリアを、小田佐賀って言ってんだ、はい、みんな回ります。で今私たちがいるのはこの辺りかな、あ、はい、サウザンロード相模台商店街ですね。これがもうその商店街。そうなんですよ、すげえまっすぐな道、はい、でこのサウザンロードって名前がついてるんですけど、うん、ははこの商店街1キロぐらいあるそうで、うん、あ、で1キロ1000メートルサウザン、そこからサウザンロードという名前になったそうです。だからもう端と端が全く見えないですよね。こんなにまっすぐな商店街、俺今までで初めてかも。確かに商店街でちょっとね、こうまっすぐでも、はい、ちょっとアーケードあったりしても、うん、ちょっと曲がってたりとか、あとなんか横道にそれてね、そうそうそう、枝分かれして広がってたりとか、向こうもこっちも見えますもん、はい、ね、そして楽しみ、朝にしてはものすごく人がたくさん ね歩いてる、活気ありますね。やっぱ小田佐賀にみんな向かってんじゃない。小田佐賀向こうの方ですね。向かってるんでしょうね。あら、今日はたこ焼き、たこ焼き、はい、たこ焼き好きなんだよな、俺。本当ですか。めちゃくちゃ好き。よかった、うん、商店街の中のお店ですね、多分この道沿いってことは。いや、そうなんだ、いや、はい、商店街だからいっぱいお店ありそうだしな、ね、楽しそう、ぐるりと巡っていきましょう。行きましょう、行きましょう、はい、よっしゃ、ということで、あっぱれ神奈川大根マシンスタート。商店街歩いてます。はい、こちらね、うん、120店舗くらいお店があるらしいですよ。はい、はー、すごいわ、ね、綺麗なお花屋さんだ、お花屋さんあって、スーパーも、うん、地元ならではのスーパーかな、ね、なんか昔からある店と新しい店とでこういろいろ歴史があるんだろうな。そうです ね, ね、こう不動産屋さんもあって、あ、おでんせだ。おでんせ、おでんせって何ですか。おでんせ、これおでんせって知らないですか。おでんせって知らない。え、あの岩手の方言、岩手だと思う、岩手の方言で、うん、いらっしゃいとかようこそっていう、あ、おでんせ方言ですね。そのおでんせかな、そういうことなのかな。でも相模原ですもんね、うん、いわゆるこんにちは、いらっしゃいませって書いてあるみたいなことか。そういうことですね。入っていいのかな。おでんせだから。こんにちは、こんにちは、こんにちは、大丈夫かな。すいません、ちょっとお話伺っていいですか。はい、どうぞ。これ、はい、おでんせって、何でしたっけ。岩手の方言、そうそうそう、いらっしゃいませとかようこそとか、ようこそ、いらっしゃいませの代わり。あ、それと一緒ですか。はい、あ、じゃあ当たってるんだ。当たってた、はい、お、これ何屋さんですか。え、何のお店ですか。ね、何のお店っていうか、まあ、オルゴールとか時計とか、はい、うん、アンティークの機械を直すのが職業。はい、え、ちょっと中お邪魔しても大丈夫ですか。いいですか。あ、どうぞ、はい、失礼します、失礼します。わわわわわわ、すごい、あ、すごい、ほん、これ大きなノッポの筆時計がある。本当ですね。大きなノッポ
の古時計でしか見ないようなめちゃくちゃ綺麗、もうこのおでんせさんは何年ぐらい、もうね、はい、昭和45年から、うんうん、ずっといろんな商売やってるけどやってるの、はい、ええ、じゃあご主人で、はい、2代目の、ええ、今社長、こっちでもなんかあの目元ちょっとやっぱ似てますね、似てますね、いやすごい似てる、親子で、うわ、じゃあお父さんが師匠みたいな感じなんですね噛み締めるようにはい、どういう作業してらっしゃるんですか、うん、まあいろいろとあの、はい、いろんな道具があって頼まれたものをあの直してるんですけど、うんうんうん、まあ最初から分解掃除とか、うん、そういうのになっちゃうからこうバラバラになってますけど、うん、へえ、要はここに壁に飾ってあるのはもともと古かったものを直った状態で、うん、そうですね、ピカピカですね、すごい、あこれなんて猫ちゃんなんだ、かわいい針、これなんか聞き覚えがあってすごい、じゃあこういうのって残っててもそれこそなんかねなくしちゃう、こうもう捨てちゃおうかなんていう方多いかもしれないですけど、こういうとこあったら、うん、こんなに綺麗になるんですね、まあいろいろありますよね、2代目になってからどれくらいなんですか、2代目になってから、はい、十何年ぐらい？いやいやいや、4、5年ぐらいです。4、5年ぐらい。あ、もうマスクだね。そうか、修行の時期と、あ、まあ、社長になってからと。はい。こういう聞き方したらなんですけど、難しいですよね。まあ、めちゃくちゃ難しいんじゃないですか。ね、まあまあ難しいですね。はあ、じゃあここの辺が要は材料とか。道具とか、ええ、あ、でもこのメガネとかかけるんですか、このなんかこの望遠になってるというか、うあの怪盗ルパンみたいな、はいはい、おちょっと作業見せていただくことってできます、かけて、はい、かけてやってもぜひぜひちょっとねえ、これ使うのだから、ただかけるこれは系の手段、2代目がもう熱くなっちゃった、これ小さいの、うん、どう、俺結構小さいのをやるやつなんて、はいはいはい、あ、ちょっとかけるだけでもいいですよ、かけてちょっと雰囲気を、はい、はい、雰囲気だけ、いやこれいつも俺がかけてるやつじゃないんで、あ違う頭が入らないから、サイズが、ね、ありますもんね、どとかね、お父様用の、じゃあ、はい、初代に、はい、例えばね、はい、まあこれはオルゴールなんだけど、あ、すごいね、はい、これにね、ほら、え、これにピンが打ってあるの、はいはいはい、ほら、え、ちっちゃい、本当だ、傷みたいなのが、ね、0.3 ミリのが打ってある、はい、これを打つときに、うん、こういうのをかけないと、はい、この穴とかね、うん、ピンのその立ちでも綺麗にしたり修理するときにそれぐらい大きくならないとダメなんですか、ちなみに今持ってらっしゃったのって どの機械の何の部分なんですかこれ時計例えばこれは 0.2、 あ、まあ、ちっちゃいな、これはそうそう、これをね、ららららら、一本一本研いで、はい、先をこう尖らして、うん、それでこれに刺していくんだけど、うん、大変、うん、そういう時にこれが必要になってるね、これは何なんですか、この筒は、オルゴール、オルゴールか、オルゴールね、これ、うん、こうなる、あ、ほんとだ、あ、はいはいはい、ま、それがくるくる回って、うん、へー、実際なんかここにある時計で動くものとかなんかあったりするんですか、なんかそのハトみたいなのが出たりするんですか、それ、これ、はい、すみませんね、2台目、 ありがとうございます、あ、手動で、うわー、なんかこんなのあったらなんかちょっとこう
生活にゆとりじゃないですけど、うん、癒されますね。こういうの家にあって多分もう動かないって諦めちゃってる人もきっと多いじゃないですか。多い。ただね、これで治るって聞いたら、うん、治したい方も絶対たくさんいらっしゃいますよね。本当ですよ。ただこっちの方はなんかこう大きい機械、そう、うん、これは何ですか。これはオルゴールですね。あ、これもオルゴールだ、あ、本当だ。確かにあのさっき見たようなね、うん、針が、これも動いたりするんですか。動きますよ。これなります。これ真ん中のプレート変えると違う曲になったりするんですよね。これ入れ替えればね、いろんな曲になります、ね。あ、手巻き、すごい全部、あ、なんかコインを、あ、動いた動いた、あ、ペッチ、あ、いい音、あ、すごい、鉄筋みたいに動いてる。あの、いわゆるオルゴールの音と、うん、鉄筋のキンキンキンっていうのが、うん、すごい、結構音大きいですね、うわー、なんかいい癒しの音ですね。あ、うわー、すごい賑やかなんだ。本当にうろうろしてます。はい、サウザンロード、相模台を、あっち行ってこっち行って、はい、その辺でオープニングを撮ってました。本当にうろうろしてます。楽しいかも、こんなにいっぱい店あったら。120もあるんですからね、うん、そしたらもう端から端まで見て歩きたい。そう、本当に人通りが多いから活気がある、うん、はい、すごい、そうですね。あれ、佐久間さん、あら佐久間さん、どうしたの。佐久間和幸さん、ね、の、 あの別人格のキャラクターというか、そうですね。っていうかね、先輩でしょ、はいはいはい、あれ、え、なんで、なんか結構寄せのチラシとか、お笑いライブをやってるのかな。あ、そういうのやってるのかな。お、でもあそこに駄菓子屋さんっていうのれんもかかってますね。本当だ。カラオケ、カラオケも、カラオケも、え、何ここ、なんだろう、あ、なんかスーパーボールも回ってるな。縁日、縁日みたいな。ちょっと入ってみますか。そうですね、オープンには営業中にはなってますね。何の店で、いらっしゃる、いらっしゃる、こんにちは、あっぱれ神奈川大行進と申します。失礼します。よろしいですか。どうぞどうぞどうぞ。あ、お邪魔します。駄菓子屋さんなんですか。そうですね、駄菓子屋さんにちょっとステージをつけてみましたみたいな。先輩の佐久間さんのお写真すごいあったから、 R1 の、はいはい、そう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 、あの彼もちょっと何度かこう来てもらったりとか。そうなんですか、はい、あ、それでじゃあお笑いのライブとか、いろいろ骨寄せ落語家さんだったりが、そうそうそう、はい、やってるんですか。はい、最近などアイドルさんとかも来てもらうようになって。そうなんですか、はい、めちゃくちゃ綺麗なステージじゃないですか。いやいや、何もいないですけど。いや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 、綺麗。もう何年ぐらいやってるんですか、ここは。これあの、はい、2016年の5月、はい、佐久間さんのサイン、はい、はいはいはい、あ、井戸のネタだ、はい、おー、8年目、8年目か、8年目、はい、でもこの佐久間さんとはどういった関係性で呼ばれたんですか。うんうん、養成所の時同期で、あ、え、養成所、はい、ちょっと一緒にやったこともあってっていう、 NC の一瞬で、はい、一瞬ですけど、はい、そうなんですか。あのご縁があって、ええ、あので今あのイベントの VTR だとか DVD とかも一緒にやらせてもらって、あ、まあ、ディレクターとしてっていう、関係性としてはそんな感じです、はい、じゃあもともと芸人目指してて今作り手になって、そうなんですね、もうサポートする側に。そうですか、はい、もう何年ぐらいやってたんですか。あ、でも本当に全然やってないですよ。あのもう行っただけで行って、はい、じゃあその後こうもうずっと裏方で、はい、うんうんうん、なんだ、特になんかどういうネタやってたんですかって聞こうとしちゃった。でもじゃあ駄菓子があるってことは、なんだ、子供たちもこういうところには来るわけですか。ここにはそうですね、ちょこちょこ買い物にはいらしていただけて、はい、うん、まあ、今後ねちょっと子供向けのちょっとステージものを増やしていけたらいいなと思います。ああ、いい、はい、地元にこういうところがあったらめちゃくちゃいいですね、うん、そうですね、なかなかあの映画とかね、野球、はい、サッカー見に行くんですけど、はい、お笑いライブって見に行かないんですよ。見に行かない、本当に見に来てくれない、はい、なので、まあ、ちょっとでもね、あの
お手軽というか、はい、お気軽に来てもらえるような場所ができたらいいなというところ、はい、結構どこでやってるのってよく言われましたもん、お笑いって。そうなんですよ、若手がね、はいはい、結構見に、私はそうものすごくお笑いライブを見に行くので、ね、そうなんですけど、そっか。でも本当に綺麗ですよね。東京とかで私よく見に行くライブのところよりもすごく設備が整ってるのかなという印象を受けます。天井も高いし、はい、明るいし、あと空調もすごく、ね、はい、効いてますし、そうです、はい、空調効いてないと結構ありますから。結構ありますよね、ムンムンのなんかこう、はい、本格的なね、お客さんガッツガッツで、うん、機械も機械も ね、 ねあって、でこれプロの方が音響やってくれるから、はい、あの音出しのミスとかもないでしょうしそうです全然音出ないじゃんここでっていうのがあるんですよ。はー楽しい。 そっち側行ってみてもいいですか。広い、すごい。じゃあこういう気になる方たちも、ね、あのそうなんです、はい、ずっと稽古中チラチラ見えてたんですよね、はい、あちらの方々は今度ライブ予定しててそれの、はい、まあ、ネタ合わせというか今さっき稽古しててちょっと待ってくださいね、ちょっと近づいてもいいですかすいませんね、 およそ真面目にネタ打ちしてるようには見えないんですよ牧選手じゃないですか。あ、2番本当だ、牧選手だ。え、しかもあれだ、あのこの前交流戦の時に、はい、ベイスターズが、うん、牧選手のそっくりさんを集めるイベントをやったんですけど、はいはい、前列にいらっしゃいませんでした。いや、本物です。あ、牧選手ですか。嘘はやめて。あれ、嘘はやめて牧選手ですか。影武者なんでやっぱ本物だと思わせなきゃいけないんで、はい、あ、そうか、そういうことか。そうか、何かあった時にね、はい、そうなんです、あの企画に、はい、合格しまして。そうですよね、はい、参加してました。僕選ばれてらっしゃいましたよね、はい、芸人の牧として、はい、参加してました。はあ、その影武者っていうのは何人か集まるやつですか、はい、17名一番遠いとこだと台湾からいらっしゃって、しかもあれなんか500通ぐらい覚えて、そうですね、550の中の17に、はい、選ばれました。あ、似てるわ。全体的な雰囲気もちろんですけど、ま、眉毛の濃さとかまで似てますよね。仕上げて、あ、仕上げて、仕上げてきます。仕上げるんですね、はい、これで全部やってもらいました。そっか、すごい似てるわ。ありがとうございます。はい、2人はそうですよね、コンビ、はい、相模原市出身のお笑いコンビ、昨日のカレーを温めてと申します。あ、いいじゃないですか、素敵な名前、はい、それぞれお名前は。あ、僕が、みんなのおさむです、はい、で僕が、誰かのやすですみんなのおさむの誰かのやすです、はい、いい名前。え、普段はコントですか。そうですね、で、はい、ここのイエスマンさんをすごい使わせていただいてまして、うん、はい、3ヶ月に1回新ネタライブをここでやったりとか。何本やってるんですか。毎回5本は新ネタを。うわ、3ヶ月、すごい。いやー、もうそうに始めました、僕も、はい、やってました、コンビ時代だいたい3日ぐらい前からもう、寝られないです。そうですね、前日に子供集めて、そう、子供もここのサウザンロードでめちゃくちゃ集めて、すぐ目の前にリサイクルショップがあるんで、はい、めちゃくちゃいいね。そうなんですよ、全部揃うんですよ。全部揃うじゃない、はいはい、本当に最適な環境で過ごしてらっしゃるってことですね。そうなんですよ、このサウザンロードで揃わないものないんで、ない、はい、逆にサウザンロードで集まったものでネタできそうですね。そうですね、逆にね、いいかも。うわー、なんか、はい、どうですか、2人でなんか、うん、コンビで、はい、あったりするんですか。あ、はい、じゃあ、牧秀悟選手の影武者の時にやってるあのショートコントありますんで、はい、いいじゃないですか、はい、よろしければいいですか。いいすいません、もしよかったら舞台でお願いします。このステージで見ましょうよ。座っていいですかね、座って見ましょうよ。そしたら、あ、いいですね。わ、すごい、本当にライブ来てるみたい。昨日のカレーを温めてのショートコント、牧選手ですよね。あ、牧選手ですよね。あ、いや、違います。あ、違いますか。あ、すみません、あ、すみません、今何時ですか。牧選手ですよね。いらっしゃい。いいですね。牧選手ってデスター社で時計見るんですね。みたいなんですよ。ご情報です。はい、
影武者の彼だけですね、そうなのかなっていうところから、はい、はい、そしてもう一つ気になってたんですけど、はいはい、桑原選手にちょっと似てますか僕ですか、ちょっと言われてるんですよ、外野手の言われるんですよ、はいはいはい、似てません、いや俺もそのチラッとだけど分かる、似てるかも、似てます、はい、あ、桑原選手やりますじゃあ、コンビ2人で、はい、ユニフォーム2人着て、ね、1番のユニフォーム買って、はい、1番、2番、1番、2番、ちょうどいいじゃないですか、めちゃくちゃいいですね、あ、やります、やります、これ新しい新ネタ見るじゃないですか、次のライブで見たいですね、嬉しい、交互期待ということで、ありがとうございます、面白かったです、ありがとうございます、似てる、ランチです、はい、ランチはこちら、はい、商店街の中にあるたこ焼きのお店、これこれ北海マジダコさんを予約しております、いいじゃないですか、本気と書いてマジと読むね、はい、マジと読むそうです、行きましょうよ、行きましょう、今日はあの営業時間前に特別に、はい、お邪魔させていただきます、お邪魔します、やっぱり金沢大行進です、どうもはじめまして、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、失礼します、どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます、お邪魔します、わー、なんか雰囲気がいい、ありがとうございます、どうぞこちら、あ、ありがとうございます、はい、たこ焼き屋さんかと思いきや、メニューすごいですね、ありがとうございます、はい、何種類ぐらいあるんですかメニュー、そうですね、だいたい60品、60品、はい、今日はあります、はい、仕入れるものによって違うんですか、そうですね、なるほど、はい、北海道産のものをふんだんにちょっと使って、はい、確かに北海ですもんね、はい、すごい、じゃあ今たこ焼きを、はい、はい、はい、うちの看板メニュー、わーすげー、いいだこ、え、これ逆ですか、え、これちょっと、え、なにこれ出ちゃってる、あ、違う、はい、こんなはみ出ることはあります、いいだこ、すごい、イイダコ1匹そのまま刺しておりますね、刺してる、はい、刺してます入れて入れてるんじゃなくて、はい、刺してる、すごい、こんなの初めて見た、あ、本当ですか、ありがとうございます、なんかたこ焼きって、うん、あのちょっとタコちっちゃくて悲しいなとかありますけど、確かにね、カットしてって ね、はい、あれこう丸々、丸ごと、これなんかおすすめの食べ方っていうか、そうですね、たこ焼きですので、ね、まあ、もうお好みでシンプルに、はい、お好みで鰹節ソースマヨネーズとか、はいはいはい、いろいろあるんですね、はい、ただね、うちあの生地の味がもうしっかりついておりますので、はい、そのまま、あの、あ、このままでもいい、はい、召し上がっても美味しい、どうします、じゃあ、はい、一回そのまま行ってみますか、そうですね、はい、いただきましょうか、いただきます、しかもこれ、でかいな、熱いですか、これでかい、ほら、こんなにえ、もうこれどうやって食べるこれ焼く鉄板ってあるんですか、まあ普通のたこ焼きの機械なんですけど、はい、難しいですね、難しいですね、くるくるできないですもんね、はい、わ、いただきます、どっからくるガブリと言ってください、そうですね、はい、おお、お一口でやけどしますよ、熱いですか、やけどします、大丈夫ですか、大丈夫ですか、おいしい、本当だ、お出汁の味がすごい、はい、じゃあ私も、おいしい、うん、ほんとだ、十分、これだけでも十分なぐらい、うん、しっかり味付け、そうですね、おいしい、はい、ありがとうございます、これなんで北海マジダコ、はい、なんか北海道の出身とかなんですか、いや全然違うんですけど、はい、私は福島の人間なんですけど、福島、はい、お店をですね、うん、最初あの4年前になりますかね、うん、このたこ焼きを使った、はい、たこ焼き屋さんをオープンさせようと思いまして、はい、北海道でちょっと縁があって、うん、そちらでオープンする予定だったんですけど、うんうん、4年前ちょうどあのコロナが蔓延して、うん、まあ断念せざるを得ない中で、そのまま名前を、まあ縁がありまして、こちら相模原の方でオープンすることになったんで、そのまま名前を使わさせていただいて、なるほど、はい、はあ、そういうことなんだ、失礼します、はい、次はですね、これがうちの人気メニューなんですけど、北海道ザンギ、ザンギ、北海道といえば、はい、ザンギね、有名ですよね、でっか、もううちはもうビッグでやらせてもらってます、ビッグすぎませんかこれもうそのままかぶりついていただいて、はい、かぶりつけ、はい、これも切るとかじゃなくて、そうですね、お客さんの要望があるときは、はい、カットして、カットして、で
あの大きさが割と大きいので、うん、皆さんあのシェアして召し上がっていただきたい。うわすごい。じゃあどうぞどうぞ。行きましょう行きましょう。どうぞ。箸で持てるかな。うわー重たこれはすごいわ。全体的にボリューミーですね。重っここの筋が今痛かったです。ちょっと重すぎる。ちょっといただきますね、はい、柔らかい。おいしい。音も最高。ザクザクサクサク中じゅわ。ありがとうございます。北海道で食べたザンギを思い出します。好き、これ好き。お肉も分厚いですしね。これ1個でかいなって思いましたけど、結構ピロッと入れちゃいますね。はい、いけますね。うわ、これはいいや、はい、メニューはどなたが考えてらっしゃるんですか。はい、私と、まあ、板長で2人で、はい、いつも考えております。これこんだけメニュー考えるの大変でしょ。そうですね。ね、はい。三崎港のマグロユッケ丼の下にスリランカカレーありますからね。すごいですよ。そうですね。幅広すぎます。はい。うん。こっちも人気ですね。あ、スリランカカレー。はい。はい。お待たせします。はい。たびたびまたお待たせしました。はい。こちらですね、うちの代表作なんですけど、うん、たこ焼き屋さんの和スイーツになります。たこ焼きの上に、はいはい、あんこですか。アイスとあんこ。そうですね、粒あん、十勝さんの北海道産の、うん、粒あんと、その上にバニラアイスが乗ってます。あー、おいしそう。はい、でもこの中のたこ焼きは、はい、たこ焼きなんですよね。たこ焼きなんですが、中は白玉になっております。え、白玉で、たこ焼きの生地でこうコーティングしてます。はい、でそこにあんこが、はい、あんこがあってバニラ。あ、不思議。でもこれ、いわゆるこう鉄板で焼いてるから、そうですそうです。あったかいのと冷たいのと、はい、甘じょっぱいのと、はい、お出汁のしょっぱいのと、はい、甘じょっぱくて、かなり人気の、はい、使ってないですからまだちょっとスプーンで失礼して、うわ、あ、でかいでかいでかい、ちょっと味の想像がつかないですね。まあ、すごい。バブリと言っちゃってください。どうぞどうぞ。うわ、もうたこ焼き感はなくなりましたね。すっかりね、これね、もうすっかりいただきます。スイーツと。うん、うん、おっ、あったかい、うん、あ、うーん、何これ、しょっぱいのと甘いのと、はい、あったかいのと冷たいの、絶妙な、最高、はい、そうなんだ。おお、でもすっかり同じですか、たこ焼きと生地は。はい、あ、これ面白い、はい、面白いですね。うん、移動してまいりました。はい、商店街を今まで歩いてたんですが、はい、そこちょっと出てきまして、ええ、今こちら二宮神社の前にやってきました。綺麗な神社です ね、 ね、二宮町は別に近くないですもんね。そうですよね。何の二宮ですかね。ちょっとでも地元の神社にちょっとこうやってね、はい、各町にいろいろあるから、あ、綺麗、本当に素敵な神社だな。お邪魔しましょうか。ちょっと、はい、参拝させてもらえますか。そうですね、お邪魔します。お邪魔します。赤い文字だね。失礼します。失礼します。真ん中を通らない方がいいですよね、うん、確か、あ、この二宮か。あ、そういうことですか。二宮金次郎、この二宮ですか。小学校にありましたよ、金次郎像。 ありました、はい、俺もありました。今もあるのかななんて思ってたんですけど、ねうわー、なんか懐かしい二宮金次郎像、ね、あ、なんかそういうゆかりがあるのかな。学問の神様なんですかね。ね、うん、あ、こんにちは。こんにちは。すいません、ようこそお参りください。あ、お邪魔しております。こちらの二宮神社っていうのは、はいはい、こちらの二宮金次郎さんとゆかりがあるんですか。ここはあのご参人が二宮金次郎さんなので、勤勉の象徴である、二宮金次郎様をご祭神として、お祭りしております。なるほど、はい、まあ、勉強はもちろんなんですけども、はい、多くの町の復興、あ、村を、ね、復興を手掛けたということで、うん、商売の神様としてもですね、信仰いただいております。なるほど、勤勉と商売と、はい、じゃあ何事もうまくいくってことですね。
どうぞお待ちください。ちょっとじゃあ、ありがとうございます。いいですか、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、すごい。でも駅からもそんなに遠くなく。失礼します。町の中にね、実は必勝祈願なんて書いてますよ。あ、本当だ。やっぱりこう受験シーズンになったりすると、結構お参りに来る方なんかも多かったりするんですかね。あきらさん、私今すごいこと気づいちゃったんですけど、お金持ってないです。あ、それ僕も。あれ。あれ参拝したいけど僕なんか小銭がちょっとすごい入ってました。スタッフからすみません、ありがとうございます。皆様の思いも込めて、あっぱれの祈願をするので、ね、はい、そうです、はい、ありがとうございます。個人的なことではありませんのでね。そうですよ、あっぱれの祈願をするためのお金ですので。すみません、じゃあ失礼して。はい、失礼しましょう。はい、ありがとうございます。これであっぱれも繁盛しますよ。はい、よかったですね。よかったありがとうございます。お金あってよかった。ちゃんとお祈りできました。お、あら、あれ、ちょっと待ってください。これは青い T シャツということは、もしかして、あっぱれ海プロキュー。おー、今日はこの神社なんですね。ね、ベイスターズファンとかじゃないですよね。ちょっと正面見ないと、なんとも正面見ないと。あら、こんにちは。あ、大丈夫だ。ちゃんとよろしくお願いします。お願いします。あれ、初登場ですか。そうです、初登場です。あ、いいです。じゃあお名前を伺っていいですか。はい、海プロクイズ研究会、高校1年生の富田蓮です。蓮ちゃん、よろしくお願いします。高校1年生なんだ。はい、ちょっと座っちゃおうかな。ここに、あ、いいですね。俺さ、参拝記念の写真を撮る。参拝記念ね、クイズも出してもらいましょうよ。もう、じゃあ何、海のことはすごく好きなの。うん、大好きです。海だけじゃなくて生き物とか、うん、私はカエルが大好きなんですけど、カエルちゃんです。あー、すごい。あとは海プロでは人手のお勉強をさせていただきました。人手、人手、またなんで人手を好きになったの。人手が可愛いんですよ。可愛い。私、人手動くと思ってなかった時期があって、あ、人手って動くんだという、そこの驚きから人手が大好きになりました。確かにね、星型だしね、はい、可愛らしいかもしれない。可愛いです。人手か。ちっちゃい時から生き物が大好きだったの。はい、もう大好きです。じゃあクイズ出してもらえますか。わかりました。はい、お願いします。お願いします。それではクイズです。はい、ヒトデの食事方法はとってもユニークなんです。はい、次のうち間違っているものはどれでしょう。1番、うん、口から何度も入れたり出したりする、うん、2番、胃を口から吐き出して食べる、うん、3番、口から糞を出す種類もいる。間違ってるのはどれってことは、2つは合ってるってことか。なんかマジでめちゃくちゃ、どれもなさそうでありそうで。そう、このうち2つは本当です。本当、このうち2つ本当は、ちょっと待って、私決まりました。決まった。はい、はあはあ、すごい考えますね、アキラさん。決まりました。はい、行きましょう。行きますか。はい、行きますよ。せーの、ドン。 お、割れた。割れた。3番1番。はい、1番が口に入れたり出したりする。3番が口から糞を出す、うん、なるほどね。いや、確かにな。いや、全部なんかありそうでなさそうなんだけど。ね、そうですよね。でもなんか人手とはいえ、はい、管になってるんじゃないかなと思って。あ、ちょっと入り口と出口が、なるほどなるほど、あるんじゃないかなと思ったの。はいはいはい、なるほどなるほど、うん、入り口1個ってことでしょ、これだとね。はい、うわー、ね、テリーさんは。私はなんか一番あの想像できた2と3の方がありえないかなって思ったんですよ。あ、そのありえそうなものを、ありえそうなのが逆に間違ってるんじゃないかという。なるほどなるほど、なるほどね。はい、では正解いきます。いい、はい、お願いします。正解はドゥルルルルルじゃん。1番、何度も口に入れたり出したりするでした。おお、当たった。おめでとうございます。ありがとうございます。見事です。1番なの。新江ノ島水族館展示飼育部の黒川です。
ヒトデの仲間の食事方法は、飲み込み型とは反転移型、飲み込み型と反転移型の合わせ技を持つものの3つに大きく分けられます。太巻きヒトデなどの反転移型のヒトデは自分の体の外に胃を反転させて出すことで体の外で獲物を消化することができます。ヒトデはものすごく食性が広いので新江ノ島水族館でもいろんな水槽にヒトデが入っていて魚たちの食べかすだったりあとは糞だったりの有機物なんかを食べてもらってます。胃を出すっていうのが全く想像できなかった、私も分かんなかったです。ということでヒトデ持ってきました。 ありがとう。これヒトデの体の構造が分かるようになっている模型です。でヒトデのこのヒトデの口はここにあります。裏なんだね。この岩にこうやってくっついてて、口はここにあります。くっついてる方に、くっついてる方にあります。なるほどね。ヒトデこの模型のモデルになったのは糸巻きヒトデなんですけど、糸巻きヒトデは主に貝類とか甲殻類を食べています。獲物を見つけると糸巻きヒトデ獲物に寄っていって、ここにある口から、これ胃袋だと思ってください、胃を内側からうわーっと出して、獲物を包み込んでしまいます。それで外側でそのまんま消化してしまうんです。じゃあもう胃がブワーっと出てもうそこに入り口があるってこと。はい、胃にだから胃で包み込んでしまうという。消化してから胃を中に戻すの。そうです、そうです。消化は外側でやってしまいます。すごい。じゃあもうこの体よりも、変な話大きいものというか口に入らないようなものでも外で食べちゃうから平気なんだ。その通りでございます。そうなんだ。というヒトデの仲間が反転移型のヒトデです。結構こういう海の生き物とかと触れ合う活動はしてるんですか。そうですね、海プロを通じてでも生き物と触れ合う機会はありましたし、あとはこの糸巻ヒトデは水族館のタッチプールなどでもよく見られるので、もう皆さんもいつでもヒトデちゃんとは触れ合えるのでぜひ。面白い。こういうの聞いた後だとね、タッチプールが楽しくなりますね、よりね。すごい楽しいですよ、タッチプール。いや、知らないものいっぱいあるな、今日もね、出題ありがとうございました。ありがとう、外れした。はい、そして海プロといえばですよ、三井アウトレットパーク横浜ベイサイドでイベントありますよね。あっぱれ海プロ級スペシャルデイということで、8月5日に我々イベント登壇しますので、皆さんそちらもぜひよろしくお願いいたします。あっぱれは海と日本プロジェクト応援しております。海プロキッズ待ってるぜ。ちょっと正解率上げるためにもう一回、勉強ね、参拝しますか。参拝しましょう。参拝しましょうよ。一緒に行きましょう。一緒にお願いしますよ。行きましょう。ね、移動してまいりました。はい、私たち、駅の反対側にやってまいりました。今この総南という地区の、この辺りかな。じゃあ本当に真反対ぐらいだ。はい、やってきました。駅から 7,8 分ぐらいですかね、歩いてそれくらいのところでございます。こっちも住宅街なんですね、結構 ね、道も広くて、私この前友達とカフェに行ったんですけど、ちょうどこのお盆で提供されました。あ、いい喫茶店じゃないですか。なんかトリエとかは結構あるじゃないですか、ただ本当にもうこのアキラさんのお盆じゃんっていうぐらいアキラさんのお盆で、私私生活で見たことないんで、やっぱアキラさんしか持ってるの見たことないから、感動して写真撮っちゃいました。確かに、シンプル銀お盆って、そう、今もうあんまり見ないですね。めったにないですよね。見ない。そうなんですよ。そんなの見つけてね、この前ちょっと嬉しくなりまして。あ、ケーキ屋さん。ああ、もう目が合っちゃったらもう目が合っちゃったらあれでしょ。ミレーってことかな。ミレーさん、かわいいね。1986年からやってるんだ。おすごい、昔ながらの感じです ね。ちょっとお邪魔しましょうか。一番いい笑顔してるじゃない。あの、まだダイエット続けてるんで、あの、アッパレで食べられる時に食べとかないと。すいません、お邪魔します。アッパレ屋の大行進と申します。お邪魔します。わー、綺麗、かわいい。寝室1986年。そうです。うわ、もうだいぶ長いですね。37年くらい。37年。はい。お一人でやられてるんですか。でもちょっと奥さん、かみさんの方がちょっと
病気になってる。あ、で、今ってやつ。ちょっと全部お一人で作って。うわ、大変でしょ、それは。何とかやってます。そうですか。これ、ミレーという名前は何から来てるんですか。ミレーは、画家ですよね。落ち葉拾いとか。はい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 。あの画家さんから。はい。じゃこの辺の地域の方はこういうねデコレーションケーキとか誕生日に頼むのかな。いやそうでしょ、うん、まあ、サイズもいいじゃないですか。4号、5号、6号とちょっと待って、ん、私ケーキと目が合いました。そういうた、ま、ため例えで言う人いますけど、これは本当に、はい、本当に目が合っちゃうんですか。ワニ、そうです、かわいい。ワニちゃんっていう商品名で、これいわゆるエクレアみたいなことですか。はい、はい、これだって、いちご食べちゃってるじゃないですか、ご主人。下口で食べられないように、噛まれないように食べてもらって、はい、食べられる前にこっちを食べないと、ね、お行儀よく食べていただかないと。このワニちゃんはもう長いんですか。長いですね、もう開店当時から、もうずっとそんなに昔から。そうです。うわー、これは子供喜ぶでしょう。そうですね、もうだから お子さんに買っていったのがこの前いらっしゃった方が、うん、お孫さんにも気に入っちゃったっていうの。なるほどね。じゃあもうこの辺の方々はもう親から子へ、子から孫へ行ってですね、ワニちゃんが。もちろんこれ一つ一つ顔は手書きで。そうです、そうです、はい。そっか、そからほんのりこう 目の近さだったりとか見てる方向だったりとか個体差が可愛いですね。いいですね。もうケーキ作りって朝早いでしょ。そうですね、まあ前の日にちょっとある程度仕込んで、パン屋さんはもっと早いですけどね、ケーキ屋さんね。うわご主人いろいろ作ってますけど、俺はこれが好きだななんてのあるんですか。作ってる方としては、うん、まあ、バラのショートケーキ、こちらの一人お誕生日みたいな形で。あ、本当だ。なるほどね。今いろいろ一人でやるの流行ってますけど、大きいのだとね食べきれないから、これだったら確かに本当にこのデコレーションケーキちっちゃくしたみたいな。本当に、うん、これいいんですね。真ん中のクリームがバラになってるんですね。上手。はあ。オムレットも気になりますね。いやこれ絶対うまいでしょ。パンパン。パンパンで、パンパン。これ中にフルーツ入ってるんですか。そうです、いちごとバナナとマンゴーとパイナップル。うわそんなに。はい。いやーどうしよう。いやーなんか。こうやって目の前で見ると食べたくなっちゃうよな。あきらさん、財布あります。あ、え、さっき神社では忘れてしまったけど、うん、ケーキ屋さんでは財布あります。じゃあなんか買っていきましょうよ、ね、俺ちょっとオムレットいただこうかな、オムレットされます。うん。星野さんワニ食べるかな。星野さんはもう食べるでしょ。あ、星野さんもじゃあワニ食べるらしい。うん、ワニちゃんこれはかわいいや。シュークリームも美味しそうなんだよ。美味しそう。したらワニちゃんを3つと、はい、何食べる、はい、生シュー1つで、はい、これみんな分買っちゃってる。いいかな、ちょっといいじゃないですか。いいですかね、3つ買っちゃいました。食べましょう、ね、うん、イエーイ。私ね、オムレット、はい、私は生シューですね。あ、いいじゃないですか。お店の前でちょっと特別に食べさせていただきましょう。いただきます。いただきます。ご主人体大きいのが優しそうなんだな。ねえ、こっから見てても優しいの分かるもの。優しさが味に出てるんじゃないかな。じゃあ私シュークリームいただきます。いただきます。気に入っていただければ。あ、もう生クリームの香りです。うん、うん、フルーツいっぱい、うん、おいしい。なんかこの生クリームが本当に柔らかくて、うん、とろけてとろけて、スポンジもふわふわで、うん、じゃこの生クリームがいっぱい入っててもそのしつこくない甘さっていうか、うん、いくらでも食べられそうな生クリームで、僕生クリーム大好きなんですけど。ありがとうございます。最高。これは生シューは生地が本当に何だろう、空気みたいな、うんうんうん、エアリー感、うんうんうん、本当にふわふわサクサクで、うん、いや美味しいですね。パイナップル出てきた、おめでとうございます。ちょっと酸味、そうか。そしてね、うん、あのワニちゃんさっき買ったんですけど、うん、あのさっき3つ頼んだんですけど、はい、今日ねちょうど女子が4人いたんで、はい、あの、はい、アッパレ女性陣で
食べようと思ってはい、ででーん、ワニちゃん、かわいいね。どうですか皆さん、ワニちゃん目の前で見た感想。かわいい。そしてあの新アルバイトさんなんです。自己紹介をお願いします。桂川小春です。小春ちゃんです。これからよろしくお願いします。小春ちゃんって言うんだ。あれ小雪が、あれ小雪でしたね。それか、小春ちゃんって言うんだ。ごめんなさい、あのなんだか分かんなかったです。何のモノマネか分かんなかったです。あ、よかったよかった。ちょっとね、後で皆さんでね、いただきましょうね、はい、食べられる日にね、初バイトでね。聞いてないですよ。聞いてないです。聞いてないです。もうケーキのことで頭いっぱいなんでしょ。本当にもう。DVK 帰ったら、帰ったらみんなで食べようね。ね。いや、ご主人最高です。ありがとうございます。ありがとうございました。来週ね、小田原なんですよ。あ、そうですか。来週小田原ですよって言ってもらっていいですか。来週小田原ですよ。ちょっと感じちゃった。かわいらしい。8時からです、皆さん。8時です。間違いなく。みんな見てね。ワニちゃんエクレア、どうですか。せーの、かわいい。ごめんなさい、私考えました。すいませんでした。すいませんでした。